はい、それでは本日は土星の作り方をご紹介していきたいと思います。土星はですね、惑星プラス輪っかが土星になりますので、やってみてください。まずは全体的に白をまぶします。はい、次は蓋を置いて惑星の目印を作ります。はい、こうすると惑星がの目印になりますので、ここに作っていきましょう。まず大きな惑星はオレンジ、黄色、白。はい、そうしましたら、チラシを折りたたんで、今度はスライド、こすります。はい、模様が、動きのある模様が完成です。はい、作ります。はい、反対側は光です。はい、蓋を置きます。はい、これで惑星の完成です。じゃあ小さい惑星を作っていきましょう。白、青、白。はい、チラシを折りたたんでクリッとします。クリクリ。はい、動きのある模様の完成です。はい、影作ります。はい、光入ります。はい、蓋入ります。大きな作りましょう。蓋置きます。惑星が完成です。背景を黒で塗り潰します。わっ、青をまぶします。はい、次はデコピンいきます。はい、宇宙が完成です。そしたらそれでは蓋を取ります。オレンジ、はい、青。はい、惑星2つ完成です。そしたらですね、土星はですね、この惑星プラス輪っかが土星になりますので、今から輪っかを作っていきたいと思います。必要なものはヘラになります。こちらのヘラを半分ここら辺につけまして、内気をイメージして削ります。見てください、いきます。まずはヘラをつけまして、内気、いいですね、内気。次は半分まで来ましたら離しまして、逆内気、反対側の逆内気でいきます。逆内気、これで土星の輪っか完成です。はい、こっちも行きましょう。まずはヘラをつけまして、内気いきます。あ、いいですね。はい、内気入ります。内気、はい、内気入ります。はい、逆内気入ります。はい、ということで、土星はヘラをつけて内気、そして逆内気、内気、逆内気をすると土星の輪っかができますので、